車の揺れが大きくなるかも。鈴木の彼方。こんにちは、自動車整備資格保持 YouTube で一番リコールの解説をしている鈴木の彼方です。今回は5月の23日にダイハツさんのタントからリコールが出ていますので、こちらについて解説を行っていきます。本動画はあまり車のことがわからないという方、つまり一般的なドライバーも対象に作成しています。内容がわかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。 YouTube 君がより多くの人に拡散してくれるようになりますんでね。それでは解説に移っていきます。まずは不具合内容です。今回問題なのはフロントスタビライザー。あまり気にならないかもしれないですが、車が左右に曲がるとき必ず車体が傾いています。この傾き、普通の運転では全く問題ないのですが、例えばスピードを出している時に急に曲がろうとすると、遠心力、つまり車を曲がっている反対側へ吹っ飛ばそうとする力が働きます。このまま倒れてはまずいので、車の傾きを抑える必要があります。この安定させるための部品の一つがスタビライザーですね。ところがこのスタビライザーを工場で作る方法がまずく、部品を錆びないよう塗装するのですが、この塗装前の下地処理剤、プラモデルでいうプライマリーみたいなものですね。こいつが内部に大量に残っているものがあるとのこと。ちょっとくらいなら問題ないのですが、多すぎるとスタビライザーの素材が弱ってしまいます。最後には走っている途中でスタビライザーがボキッと折れてしまい、段差を超える時の車の揺れが大きくなったり、曲がる時に車体が大きく傾きやすくなって非常に危ないので、今回のリコールになっています。改善内容は部品を点検し、ダメなら交換ですね。対象車種はダイハツさんのタント、そして OEM でスバルさんから委託販売されたシフォン。2019年6月24日から2020年1月8日までに製造された104,471台が対象となっています。今回の解説いかがだったでしょうか。原理的には車に荷物が乗るほど曲がる時の傾きが大きくなります。荷物を乗せる前提の車なので、危険を感じる前に修理に出してくださいね。今回の解説はこちらで以上になります。繰り返しになりますが、わかりやすいと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。さて次回は、トヨタさんのリコールについての解説になります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。